ようこそ。この春、私たちに2人の仲間が加わったので歓迎会を開きました。お店は多国籍市場カザブー。世界各国の名物が味わえるダイニングバーで、フードメニューはなんと100を超える豊富さ。まだ食の好みがわからない新人の歓迎会にはぴったりのお店選びです。ここからは料理をいくつか紹介。お店の人気ナンバーワンメニュー、ベトナム風春巻きのゴイクン。エビや野菜など新鮮な食材がもっちりとした生地で包まれています。さっぱりとしたソースにつけて食べると、このたっぷりな具材もペロリといけちゃいます。お次は中華料理のトンポーロー。大きくカットされた皮付きの豚肉は食べ応え抜群。温泉卵と絡めていただきます。お肉はホロホロ、濃厚な卵黄とじっくり煮込まれた豚肉の旨味が絡み合って、うまい以外の感想が出てこない。お次はスペイン料理、豆アジのエスカベッシュです。揚げた豆アジと野菜を油と酢につけた日本でいうところの南蛮漬け。豆アジは丸ごと食べられるほど骨も柔らかく、酸味が効いていてさっぱりいただける一品。美味しすぎて魚好きのスタッフが一人でほぼ全部食べてしまいました。こちらはマグロのユッケ風。ユッケといえば韓国の肉料理ですが、生肉の代わりにマグロを使用しています。とろっとした柔らかい舌触りで、甘辛いタレがマグロとアボカドにしっかり絡んでいて絶品。ご飯にのっけて食べたくなりました。最後は台湾の屋台スイーツ、もっちりさつまいもボールです。蒸したさつまいもとでんこを混ぜた生地で、さつまいものあんを包み油でカリッと揚げています。もちもちとした食感とさつまいもの優しい甘さが癖になるスイーツです。まだまだいろんな料理がありますが、紹介しきれないので今後ショート動画などで紹介していきたいと思います。新人2人にも動画制作を頑張ってもらうので、今後もこのチャンネルの応援をよろしくお願いします。